こんにちは。東京選手村のミルキーです。今日はいよいよですね、東京都行政書士会館で登録証の交付式ですね。こちらに行ってこようと思います。ちょっとなんか緊張して、今日は雨も降ってるし寒いしね、何を着ていこうかなって悩んでたら、昨日3時間しか寝てないと。ということでちょっとこれから行ってみようと思います。早すぎたかな。ということで、ここからはアフレコバージョンでございます。ですね、ここが、行政書士会館、東京都の行政書士会館、渋谷駅から歩いて10分ぐらいですね。で、ここの地下で、授与式が行われました。中はちょっと動画撮るような感じでなかったんで、写真をね撮らせていただきました。中はこんな感じで、やっぱり思っていた以上にスーツ姿が多かったですね。っていうか、多分ほとんど全員スーツです。女性も男性も。で、男性女性比率はね、若干男性が多いぐらい。結構今回は女性も多かったです。ただほんとね、格好がねきちっとしてる方が多いので、ちょっとジーパンとかね、普段着だと逆に浮いちゃうかもしれませんね。開放に載せる写真を撮るので、きちっとした格好の方がいいと思います。で、中に入ると席が決まっていて、自分の席に、着くような形になります。で、席に着くと机の右側にですね、登録書、でかい賞状みたいなのが、あります。自分の名前が入っていて。で、それはね、紙ペラ一枚だからいいんですけど、問題はね、左側に、これね、写真じゃちょっと伝わりにくいんですけれども、もう山積みのね、テキストとか、マニュアル、なんかいろんな小冊子みたいなのが、たくさん、山積みになってます。で、授与式は、とかご挨拶とか、だいたい30分か35分、40分ぐらいで終わるんですけど、その後はですね、この左側の山積みの資料、これのね、研修がどんどん始まります。ものすごい、まずね、量が多いですね。もちろん、その今日だけで全然終わる量ではないので、書いたら全部目通さなきゃいけないんですけど、一応ね、研修があります。で、これね、ものすごい量なので、リュックサックとか持ってきた方がいいかもしれないですね。ということでですね、渋谷でちょっと、2軒ぐらいビール飲んで帰ってきました。もうね、ゲトゲト。本当に一応ね、さっきも言いましたけど、大量の書籍というか、本持ってくるために、こういうね、紙袋もちゃんとプレゼントしてくれます。ね、こう、なんていうの、本当にすごい。すごいんですよ、結構量が。まあ、これは私が持ってったあれもあるんだけど、でもね、本当に、あとは登録証とかね。これ、見ただけだったらさ、まあ、たくさん大したことないんじゃないなんて思うかもしれないけど、本当に重いです。で、希望者は、宅急便も使えるみたい。で、宅急便で送りたい人は、ちゃんと宅急便で送れますよっていうのもあったので、あまりにもね、ちょっとお家が遠いとか、そういう方は、そうやって荷物を送るサービスを使うのもいいんじゃないかなって思いました。あとですね、ちょっとね、これは知っておいた方が良かったなっていうのがあったので、一応お話ししときますね。帰るまでに50文字で、何か文を書いてくれって言われました。で、どうして行政書士になったかとか、どんな行政書士になりたいのか、何を、どういうお仕事をしたいのかとか、簡単に、ちょっと解放誌みたいのに載せるんですって。なので、それを考えなければいけないです。ただ、帰るまでにって言われても、もう、さっき言ったけど、ずっと研修が入ってるので、いつ考えるんだっていう感じですね。なので、あらかじめ、50文字で、ちょっと自分の言いたいこととかを考えておくのもいいかもしれないですね。で、私は、ちょっと、合間合間で、作っちゃって、先生が話してる間にわーっと書いちゃって、それで帰りにわーっと出してきちゃったんですけど、やっぱり皆さん、はい、終わりって言ってから書き始めたり考え
ってる方がほとんどでした。逆に私だから早く書いちゃったんで、あのね、これもちょっとポイントですね。本当はたくさんの人と名刺交換をしたかったんですね。で、本来そういう授与式に参加するっていうのはそういう大きな目的も あると思います。で、私がね、その今言ってみたくていい意味でとか悪い意味でささっと書いてパッと出ちゃったので、あの全然他の先生とお話しする機会がなく、名刺交換もね、一人の先生としか名刺交換ができなかったのがとっても残念です。だからあのちゃんと皆さんはやってください。やった方が絶対いいです、ね、もう本当にね、私ちょっと今回はね、それはね残念だったかなと思います。あともう一つ、休憩時間は一応あるんですけれども、1時から5時くらいまでずっとやるんですけど、その間の休憩時間は10分しかないです。なので、なんだろう、お昼ご飯はちゃんと食べてきた方がいいですね。ただあんまり満腹にするとね、あのほとんどずっと座ってずっと話を聞いてるので眠くて楽になっちゃうかもしれません。なのでまあ軽くサンドイッチ1個とかおにぎり1個くらいにして、あの来たらいいかなと思います。あとお飲み物はね、一応今回はお茶いただきましたが、まあお水とか好きなジュースくらい買ってきた方がいいと思います。その東京の行政書士会館のそばには、すぐそばにはコンビニはないですね。道路を渡んなきゃいけないんで、ちょっと私的にはね遠いかな、 2,3 分歩かなきゃいけないので、休憩時間中にパッと行って帰ってくるっていう距離ではないですって感じかな。こんな感じでちょっと簡単に、行政書士の登録書授与式の模様感じをちょっとお伝えしてみました。これからそういった登録をするという方の参考になれば嬉しいなと思います。今回の動画いいなと思いましたら、ぜひいいねのボタン押してくださいね。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録ただですからね、どんどん登録してください、お願いします。ということで、本日はこんな感じで簡単に登録会のご紹介をしてみました。また行政書士ネタじゃないいろんなネタもやっていくと思いますので、よろしくお願いします。それではまた、皆さんお疲れ様でした。